はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、私はボイストレーナーとお仕事をさせていただいて今年でも20年経つようなんですけれども昨日もですね実は都内でレッスンをさせていただきましてでその時にね生徒さんがもう会うなりですよ。なんで先生 YouTube でいろんな人の解説してるのに101プロデューサー逆か。 プロデュース101をやらないのと言われまして私もなんとなくはねいろ、まあ、んな人から聞いてはいたんですけど正直よく分からなくて、まあ、そういうオーディションがあるんだなっていうのは知ってましたけどもでもあの渋谷のねあれ丸いでしたっけねの,あの上の方のカラオケでレッスンしに行った時もなんか6階だか7階だかにねそのプロジェクトの、まあ、このオーディションのなんか ブースが、ね、新しくできてたりとかでこの間も電車に乗っていたらね全然知らないお二人ですけど女の子お二人喋っててなんかこれを投票毎日してるんだみたいなこと言ってる時にそのプロデュース1ワ1でみたいなことを聞いたりとかなんかだからなんとなく接してはいたけれども向かい合ってちゃんと聞いたことなくってで昨日その生徒さんが「何でやらないんですか絶対見てほしい」っていうことで教えていただいたのが今日タイトルにあります 高見彩音さんなんなですよでまずこの子を聞いてくださいというので、えー、詳しいことほとんど私知らないんですけど今からそのね「プロデュースワ1 0 1ンジャパンという、えー、チャンネルこれ登録者数がもう66万人もいるっていうのはすごいですけどで、えー、その清さんに聞くところによると10月の1日から始まってて毎週木曜日の夜9時でしたっけに、えー、レミノという。 とところで配信してますよとのどれもなんか違う世界の話みたいな感じですけどでえ今ならまだ間に合いますととりあえずその高見あや音ちゃんを聞いてくださいというふうに熱くえ教えていただきましたのでそれはもうう私もすごい気にはなりますね聞いてみたいなと思いますので今からそのねプロデュース1-4ジャパンというののえ公式チャンネルに置いてあります上がっております「推しカメラ」 高見彩音歌大光ファーストラブポジションバトルボーカルと書いてあるねこの動画を見ていきたいと思うんですけどこれもう再生数がだって11月13日にアップされて今急上昇ランキングはシャープ3434 34位でもうすでに75万回回ってますよこれすごい数ですよね全く 事前情報ございません。いつも私はここで初めて聞かせていただいて思うままにお話をさせていただきますので一体高見あや音さんどんな歌声なのか3分26秒の動画いってみましょう再生ボカリンとダーンとプロデュースワンワンはジャパンザガールズだねプロデュースサポートと d by ドコモ yeah, うわっ 切ない声してるね歌,歌えるま待、ま、てー見事すごい独特な響きあ、他の方がまたちょっと歌ってるパートマンのね今綾根さんゆっくり椅子に座りましたゆっくりリズムを取って苦くて切ないうん、この方も甘いね柔らかい声してますけど

コーラス入ってるが止まった恋によおっこの子の高音きれいどなたひゃーって言ってますけど歌歌えるまでちょっとショートバージョンになってるのかなファーストラブ立ち止まるいいねあれさ座りながらもこうねグルーヴ感を感じながらあっ立ち上がったよ忘れたくないおっ ことばかり。Yeah. うんすごいね、全体的なその。グルーヴ感もいいですよね。私は、まだ、ここはね、歌ってない。泣いてるわな。はあー。はあ。綺麗なコーラス。ロ日の子も綺麗だけど。お客さん、ふわーっ。ー Is that my hand? わあ柔らかい音が本当に一つ一つの音すごい柔らかいうわ高いね場所があるからラ歌えるまで上のハモリも柔らかいい,いねなんかこうリズム取り替えるあ来たおお ラブソングうわソングのすごいそうからんの降りてくるうわロングとそのまま歌終わってたいいねなんか素朴でいいですねマイク持ったままふっとちょっと肩で息をしてすごいのお客さんの歓声が。 でまた下にスモークめっちゃたかれてるんだ足首から下も煙で見えないもんねあら <laughs> すごい普通の子って感じちょっと待ってこの最後の2分,2分24秒ぐらいのとこちょっとソロでも歌うとこもう一回いこう2分27秒28秒こっからか「あれ Be the world. すごいい <can> うわ ever, ever, ever. う,わうーこのロングトーンも素晴らしいちょっと待ってもう一回こういい <laughs> いいって誰に聞いたらもう一回2分,分22223ここ繰り返し見ちゃうのここ この上のハモリもすごいきれいだけどその後メインで高見彩音さんうわっ <laughs> すごい難しいことやってるけど Ooh, yeah, yeah. うわ yeah,、oh, love これは高見さんって一体今まで何をしてたのか私は分かりませんけどな何をしてたっていうかなんか例えばねあのボイストレーニングをやっていたとか、えー、劇団やってたとかミュージカルやってたとかそういうのは分からないですけどあの今のソロのところの「<laughs> みたいなあの折り方ってなんかね今私が見る限りは 教わっっててできるものじゃない,っていうまあ簡単にかっこよく言ってしまうとセンスと呼ぶと思いますけどなんかああいうね、まあ、フェイクですよね言ったらメロ,メロディーを取った後に「だだだだだみたいなやつ譜面上に書けない細かい動きっていうのはよくね生徒さんなんかでもこの例えば誰かの歌を聴いて「ここのフェイクやりたいんです」って持ってこられる方もいらっしゃいますけど。 もうね正直な話そのさっき言ったみたいに譜面にかけないのでもう聞いて真似てみてくださいっていう言い方しかできないんですよね。でここのこのタイミングでこの音に行って次この音に降りてとかって言っている間にこんなんもうねどんどん過ぎていっちゃうわけですからこの今の高見さんのフェイクもちょっとこれは。 生まれ持ったたものみたいな感覚で私は聞こえてますで、それが例えば過去に、えー、ミュージカルであったりとかそういうボイストレーニングとかをやっていっぱい洋楽をめちゃくちゃ歌ってそういう歌い方をいろいろ真似してきて今自然とこうなってるっていうのだったらなんかやっぱりねそう例えばですけど今の聞いた感じだとマライア・キャリーさんとか、えー、のああいう細かい何て言うのかなフェイクをすごく好きで真似してて。 それやってる間にこう身につきましたみたいな感じもあるかもしれないですけどでもねなんか勝手に出てるって言ったら言い方あってよく分かんないですけどなんかもう歌いながら自然とそういう。 うん歌いましが出てきちゃってる感じがするんですよねちょっとだからカラオケでうまいレベルをはるかに超えたでその今フェイクのことばっかり言っちゃいましたけどあのー、今のソロで歌って二2分34秒ぐらいのところのパンと張ったところね「タン <music> ラララララ,ラ」ともうこういう「ダラ,ラ」と普通に降りてくる時のこの声の出てる勢いがですね まあ他の方の今歌声も一緒に聴こえてましたけど明らかに高見さんの声っていうのは、まあ、他の人と比べるわけじゃないですけど声がね前にスとこれはたくさん吸ってる空気の量を一番響くいいところ「まあ、鼻く」というね鼻の奥だったりすることが多いんですけどそこに当ててなおかつねぎゅっとこう濃縮違うねぎゅっと凝縮ですね、まあ、どっちも一緒かな。 凝縮してととできるだけ声の広がりをグッとまとめて一番強い角を作って芯を作ってピュンと飛ばしてくるみたいなちょっとその高音の伸び方も独特な感じするなんかミュージカルとかのね舞台でマイクなしでいっぱい歌ってた人っていうのは結構こういう出方をしたりしますけどいやちょっとこれ。 声の抜けも素晴らしししいいさっっき言ったフェイクも素晴らしいでしょそして歌い始めの「ああ」「ー」ってああいう空気の量を多めにした、まあ、言葉で言うと「ウィスパーボイス」という風に言ったりすることが多いですけどああいう高いところでスパーンと強く通りのいい声出せる人って柔らかく出す時もこうもっと柔らかくしたいんだけど強く出ちゃったりとかっていう方って結構多いんですけど。 その優しく歌う時には空気の量をしっかりたくさん使って、まあ、音に対するアタックというふうに言ったりしますけどサッとサの音を出しに行くのに空気の量が先に出てきてサッとこう柔らかくその音に触っていくような柔らかい優しい声の出し方歌い方も前半に見せてくれているしだから最初だけ聞くとあの最後のサベのところに行ってあんなええー、なうわ みたいいいなな強くく出てくるようには聞こえないね柔らかい声でも他の人が歌ってるところのコーラスを入れる時なんかもその柔らかい声でねだからメインの人の声がパーンと抜けてるのを、まあ、邪魔しないという言い方が正しいかわかんないですけどそれを綺麗にこうね柔らかくサポートするような、えー、そのコーラスっぽい出し方というのもさらんとするしでいざ自分がメインになった時にはストーンと前に突き抜けてくるような。 ものすごい芯のしっかりしたというかね強い声が鳴るでプラスこれは私の勝手な感想ですけどそのなんかマイクを持つ感じとか歌い終わってからもあれ私は何してたらいいんでしょうかみたいなちょっとこうね、まあ、言葉で言って正しいかわかんないけどこう普通の股感というか素人ん感というかこれがあの張って歌った時のパーンっていう抜けとかああいうフェイクとの ギャップになって、なんだこの子はっていう感じに皆さんがなっているんじゃないかなという感じが。すごく伝わってくる三分二十六秒の動画。なるほど、昨日せいさんが言ってた、ぜひこの高見愛菜ちゃん見てくださいという。気持ちがよくわかりました。うーん、魅力的ですね、本当に、あの。雰囲気的には、そんなま強くなら、鳴らさないような。 こんにちはみたいなな勝手なイメージですけどパッと張って張ったと思ったら降りてくるところになんかもうどこから見つけてきたのみたいなフェイクがサクサクとと入ってきて高尾と行く時もそうですね「デだダー」みたいな一瞬でちょっと洋楽っぽいフェイク自然となりますもんね鳴らしに行ってるというかもう自然になってる感じでも前半も誰かのハモリに入る時もめちゃくちゃ柔らかいっていう。 いやーこれまだだからデビューしてない人っていうことですもんねこれねさっき言った生徒さんに最終的に11人でデビューするという風うに教えていただきましたけど まだいいいいっっぱいね、あの,候補の方がいらっしゃるととうことで、まあ、今回は高見さんを見させていただきましたけど私本当に全然詳しく知らないままね生さんに教えていただいたので今回見させていただいたんですけどもし今回のこの動画をね見ていただいて本当にありがとうございますですけどいやいや高見姉さんも素晴らしいけどこの人も見てくださいあの人も見てくださいっていうのがありましたらですねちょっとお手数なんですけど、えー、このね動画のコメント欄にですね なんととかかっていう子ですとか、まあ、もしよければそのリンクも貼っていただいてこれを見てくださいっていうのをやっていただけると、えー、皆さんのご紹介していただいたものの私が興味を持った順番からね、えー、かなり人数がいると聞いておりますので候補の方たちが、えー、見させていただきたいなというふうに思っておりますのでもし、えー、この動画を見ていただいてこの人のも聞いてよっていうのがありましたらあの全然、あのー、遠慮せずに。 どどんどん,どん,どん教えていただいて私も非常に今興味を持ち始めておりますのでえ教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで今回は全く無知な状態でファンの皆さんには大変申し訳ない感じもあるんですけども生徒さんに教えていただいて絶対この子は見た方がいいよというふうに言っていただいた高見彩音さんの歌声を聴かせていただきながら思うままにお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。